統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますのでご利用ください。佐賀競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、1レースと、2レースと、3レースと、9レースと、10レースの5つのレースとなります。 本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは5レースと7レースの2つのレースとなります S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます佐賀競馬2レースの本命馬から解説していきます本命馬は1枠1番ミスターホージュですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は67%を見込んでいますまず 本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、他馬との力関係から見ていきます。近走で、今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、2走前の指数の35で、連帯目安の黄色線を15上回っています。一方、最低の指数となっているのは、5走前の指数の25で、黄色線を5上回っています。本命馬の能力は相当高いです。 他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、5走前の指数の23で、本命馬のピーク指数に対して10に下回っています。最低指数に対しては2下回っています。この馬の逆転の可能性は低いです。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。 この馬の最高指数となっているのは、4走前の指数の16で、本命馬のピーク指数に対して19下回っています。最低指数に対しては9下回っています。この馬の逆転の可能性は低いです。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。 距距離離適性から見ていきまます。す。す。はは紫色の丸です今回メートルとなります指数がピークとなっているところは2走前は紫の丸が1300昨年の7月は15001400は守備範囲です展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは 2走前はオレンジの四角が8番手から昨年の7月は後ろからの競馬です後方からの差し追い込みが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は9で3位です上がり指数は20でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます適正面に 大きなリスクはなさそうです以上の分析をまとめますと他場との力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は低そうでリスクは低いです適正面に大きなリスクはなさそうです冒頭この本命馬の勝利確率は67%と申し上げましたがそのくらいの勝利確率は望めそうです推奨の本命馬としても問題なさそうです